はい、始まりました。クロミちゃん大好きなママとシナモン大好きなヨイちゃんの YouTube チャンネルようこそ。イエーイ。はい、ヨイちゃん、今日は何の日ですか？シナモンの、うん、シナモンの、シナモンのステージを見に行きたいと思います。イエーイ。シナモンって、なんだや。はい、今日は、埼玉県久喜市にあるモラージュ勝負というところでアイドルのね、シナモンのステージが行われるんですよ、通称外部グリとか外部イベントってなってて、あのピューロランドの外でやるイベントになるんですけど、そう、今日ね、モラージュにね、シナモンスタードーム歌うのかなってすごいドキドキしてるんですけど、今朝の7時ぐらいで、今頑張ってちょっと家出てシナモンの整理券取れるように向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、モラージュ着きました。で、今ちょっと8時40分ぐらいなんですよ。で、家出たのは7時なんですけど、結構もう10人以上並んでる感じです。30組限定なので見れるかもしれないですね。大丈夫です。よかったね。はい、これかなりやったかいです、ね、よかった、間に合ったからね。この後整理券ちょっともらうまで2時間ぐらいあるかな、もうちょっとあるかな。待ち時間長いんですけど、ひよりちゃんのね、体調確認しながらご飯食べながらね、順番待ちたいと思います。バイバイ。こんな感じだ。はい、一番早いやつで、はい、どうぞどうぞ。2個近いです。はい、2個って言っちゃった。整理券、一番最初の一部の回の整理券をゲットして、もう着席しましたね。で、席が結構選べるというか、ま、前から詰める感じだったんですけど、でも場所は別に指定されなかったので、すごい真ん中の席、ヨイちゃんが一番土線だね、センターの席入れました。で、あとちょっとしたら、シナモンイベント始まります。ドキドキなんですよ。一部ね、そう、一部、二部、三部って今日あって、全部参加することはできないみたいなんですけど、でも立ち見席というか、整理券なくても立ち見ブロックあるので、まあ、観覧は全然できそうですね。着席でちょっとイベント楽しんできます。バイバーイ。チーナモンだってばよ。いや、僕がチーナモンだよ。いや、僕もチーナモンだよ。なんだよ。仲良くしよう。ダメだよ。仲良くしなくちゃ、キティちゃんが言ってたじゃん。の？何？あ、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 帰ってた。天使を帰っていきました。今日
もうちょっとだって。あとちょっとだって。やっぱ水木お姉さんいる。違う？あ、違う。水木お姉さん。水木お姉さん。お姉さんと喋ってるかわいい。お客様、今立ちますので、その前に並んでくださいね。彼らと整理券の手続きを必ずお願いします。
あ、本当？見て、こっち見てるよ。やだ、水木お姉さんも一緒に撮れるの？先ほど一部を見てきました。11時の回かな。めちゃめちゃ良かったね。ミスタードームとフレフレ頑張れ披露して、衣装がね、スタードームの衣装で、水木お姉さんもいらっしゃってて可愛かった。で、ちょっとお友達のお店とか行ってね、遊んできたので、ちょっと2部のページは2回で見ていこうかなと思ってます。2回でちょっとシナモン見ます。フレーフレーガール、羽ばたけるスカイスカイ、僕らフレーク、バー受賞部でね、外部撮影会すごく楽しかったです。大雨の中、朝開演というか整理券待ちがね、屋根のない場所で結構2時間とか、まあ、1時間半ぐらい待機することになってたんですけど、それでも本当にシナモンのたくさんの皆さんが雨の中ね、2時間も待ってるのはすごくね、シナモン大好きな愛が伝わってきました。私たちも、ちっちゃい子供がいるので、ね、待つ時間があんまり長すぎちゃうと、結構、退屈してしまったりとか、ぐずっちゃうというか、なかなか思うように動けないこともあるんですけれども、ね、先着各30名の中に入れて無事撮影することができました。はい。で、今回のね、シナモンくんが、もう先ほどの映像の通り、スタードームの衣装を着てらっしゃって、めちゃめちゃ可愛い。で、水木お姉さんもずっとお会いしたかったので、ね、会えてすごく嬉しかったです。最後ね、出待ちというか帰るときにファンさせてくれて、こうハート返してくれたんですよ。もう水木お姉さんにね、大好きって伝えられて幸せです。よかった。いおいちゃんのね、シナモンの撮影会付き添いでママ参加したのに、2人でめちゃめちゃ大満足の現場となりました。普段ね、まあ、ピューロランドなかなか遠くて行けないよっていう方でも、こういった外部グリでサンリオキャラとお会いすることもできるので、ぜひ遊びに行ってみてください。サンリオのね、みんな可愛くて元気をもらえますよ。で、モラージュで今後ね、イベントがある方に参考程度に聞いてもらいたいんですけど、私たち、だいたい8時30分、40分
ぐらいに整理券の待機列に並び始めました。で、整理券配布が10時からだったので、まあ、大体1時間半待ち時間だったんですけど、それでももう15人、20人ぐらいは並んでいました。屋根がない場所だったので、もしこれから誰かのイベントとかあるときは必ず傘を持っていた方が安心かと思います。で、お店がオープンする前なので、お手洗いとかも使えないと思うんですよ。はい。で、多分ユニクロにね、外付けのトイレがあったので、なんか明かりがついてたから使えるのかもしれなかったんですけど、もしかしたらね、使えなかったら危険なので、お手洗いとかも済ませてくる方がいいかと思います。はい。結構まあ1時間半並んで、結構その後すぐにダーッと列が一気に伸びるようになったので、まあ2時間ぐらい早く着いてる方が安心かと思います。はい。まあ、その出演キャラクターとかね、出演者によって待ち時間また前後すると思いますので、一応参考にしてみてください。はい。で、私たちがちょうど行った頃は1部、2部、3部どの回にしたいですかって聞いていただけたので、でね、結構みんなもう最初に1部のチケット取っちゃうのかなと思いきや、2部でいいです、3部でいいです、3部がいいですっていう方もいらっしゃってて、こんなに並んでるから絶対チケット取れないじゃん、しかも会えないかもとかって諦めなくてもいいかもしれないです。全然先着順とはいえ2部がいいです、3部がいいですって方もいらっしゃったので、結構遅くなっちゃってももしかしたら1部の整理券取れるかもしれないし、もしかしたら2部の整理券取れるかもしれないし、なので、はい、ぜひ参考にしてみてください。でね、一つね、思ったの、私たちも最初にシナモンに会いたいっていう気持ちがあったので、一部のチケットを、まあ、整理券をいただいたんですけれども、もしかしたらこう先走って一部のチケットもらうよりは、最初立ち見で、あ、こういう感じね、なるほどなるほど、じゃあステージのどこどこ座った方がシナモン登場するから近いなとか、この角度で見たいからここがいいかなとかっていうのを下見できる感じだったので、私はちょっと、そっか、2部のチケットをもらっといて、整理券もらっといて、1部は下見程度にしとくかとかって、それはまあ確実に最善取れたりとかしてたので、そういうやり方もいいかと思いました。とっても楽しかったです。モラージュ楽しかったし、私実はモラージュでお仕事してたんですよ。だからすごくね、今回久しぶりに行けて楽しかったです。ライブのイベントあるかもしれないので、ぜひ行ってみてください。はい。では本日の動画、これで以上になります。サンリオ関連の動画アップして発信していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あと SNS、インスタや Twitter のフォローもぜひよろしくお願いいたします。でした。皆さん、春休みピュールランド遊びに行ってみたり、日本の方はそう言った。ライブのイベントもぜひ行ってみてください。で、今日ね、モラージュ勝負行って、シナモンってこんな可愛いんだって初めて見た方、ね、これも何かの縁だと思いますので、ぜひ興味を持ってくださった方、他のキャラクターちゃんのね、グリーティングの様子とかも動画アップしてますので、ぜひぜひご覧ください。みんなね、可愛くて元気もらえますよ。はい。では今日の動画は以上です。バイバーイ。